結果コーナーキックです。町田左サイドからニアサイドへ、セカンドボール止めて吉尾が打つ、1点返しました町田ゼルビア。58分、吉尾です。セットプレーも乗りしましたね、ここ流れてきたところ、そうですね、佐野選手に当たったので、うん、佐野選手の得点になりますかね、はい、ただまあここで吉尾選手がシュートを打ったことがこの得点につながりましたし、はい、まあ、このシュートもこのブロックに長崎の選手3人来てるんですけれども、その間を縫うような